外務省庁舎外務大臣は日本の外務省の長及び主任の大臣たる国務大臣。略称は外省。現職はモテギトシミツ。外務大臣は内閣総理大臣を別とすれば1885年の内閣制度発足から名称が変更されていない唯一の国務大臣である。近代日本の外務大臣は 不遍不当という観点から、政党以外から起用するのが通例であり、またその専門性から、早々期を除けば職業外交官出身者が、ほとんどであった。その傾向は、第二次世界大戦後も続いたが、石橋内閣の1956年に、岸信介が外務大臣となって、以降は、一点政党人にとっての重要ポストとなり、以後現在に至るまで、 外交官出身の外務大臣は出ていない。戦後、被議員が外務大臣に就任した例としては、大北三郎、川口純子の2名のケースがある。最年少の外相は、加藤孔明の40歳、戦後では、黒羽光一郎の47歳3ヶ月。初就任時最年長は、宇垣一世の69歳9ヶ月、戦後では、桜内義雄の69歳6ヶ月。 内閣制度発足後の在職期間最長は内田交裁の7年5ヶ月、戦後は内閣総理大臣建設を含めると吉田茂の5年2ヶ月、外務大臣選任としては岸田文雄の4年7ヶ月である。田中角栄は外務大臣を大倉大臣、自由民主党幹事長などと並んで総理総裁たる者が経験しておくべき重要ポストの一つに挙げている。 英語での故障については、ミニスター法法輪アフェアーズとされている。法務大臣や財務大臣などの場合は、ミニスターオブと表記するのに対し、外務大臣と総務大臣の場合は、ミニスター法ーとの表記を用いている。臨時代理は、大臣不在の場合のみ記載し、海外出張時等の一時不在代理は記載しない。兼任は他の大臣が同時に務めることを言い、 臨時代理とは異なる。同一代数で複数の就任日の記載があるものについて二度目以降に関しては事例は出されていない。外交資料館法第二号掲載の井上祐一歴代外務大臣の数え方が外務省の公式な歴代外務大臣の数え方とされる。ありがとうございます。